このシリンダー内部というかスリーブの内側、ここはね、そんなでもないんですよ。そんな別に傷がある、入ってるわけでもないんで、まあ、ここはこのままでいいと思うんですけれども、そうです、あれですね、ピストンとピストンリング、それは距離走ってますんで、必ず交換しようと思ってたんですけれども、廃盤ということで、使用できない状態なんで、どうしていいものかなと。表、これは重いですよ。意外と重いですね。ピストン類も、洗浄じゃねえな、これはブラシで、ワイヤーブラシと真鍮ブラシで、カーボンを取りました。結構綺麗になりましたね。安いバルブスプリングコンプレッサーです。これを使いたいと思います。これでセット完了ですね。これで回していれば、バルブスプリングが縮められて、コッタが取れるという仕掛けですね。このバルブの当たる面のちょっと内側、すごいですね、これ
スラッジだかなんだかよくわかんないですけど、すごいですね。これはすごいですね。44年分のカーボンがくっついてますね。かなり汚いですよ。まあこのヘッドとの当たり面、ここはそのままにして、ここを傷つけてしまいますと当たりが悪くなりますんで、ここそのままにしてこのカーボンを取りたいと思います。これはものすごいですよ。これは硬いですね。すごいですね。やってるとかですね。あと真鍮ブラシで切りましょう。では用意できましたんで、バルブとスプリングとスプリングシートを入れていきたいと思います。ステンシール一応全部入りました。次はスプリングなんですけれども、スプリングはこのダブルスプリング両方とも密になってる方が下ですね、下側にこう置きます。